ダナエは、オランダ黄金時代の画家レンブラント・ファンデインが1636年に描いた絵画である。フランスの裕福な貿易商で、美術コレクターのピエール・クロザが18世紀に自身のコレクションに加えた作品で、現在は、サンクト・ペテルブルクのエルミタージュ美術館が所蔵している。この絵画はレンブラントが初めて手掛けた、等身大ヌード画であり、 彼の最高傑作の一つともみなされているが、作品のサイズが大きかったために、なかなか売却できずに長くレンブラントの手元にあったと考えられている。ギリシア神話の英雄、ペルセウスの母であるダナエがほぼ等身大で描かれている。彼女は娘の男児によって殺されるという予言を得た父、アルゴスをアクリシオスによって遊兵されていた。そのダナエを、 オリンポースの主身ゼウスが見染め、黄金の雨に身を変えて訪れ、彼女と交わった。彼女の独立した意志を表現するダナエの右手。エルヴィンパノフスキーは、レンブラントのダナエには、驚き、喜びそして、防衛という三つの感情があり、それは彼女に訪れた、待望の瞬間に期待を膨らませていることを、描写していると評した。これは特に、 伝統的なダナエがいない手のひらを前に向けて、右手を上げた独創的なポーズに見られる。この姿によって、ゼウスとダナエの交わりという物語中の事件において、ダナエ自らの意志が強く関わるように表現されている。実は、この右手は、当初少し低い位置に手の甲を見せて、カーテンを開けるような仕草で描かれていたことが、X 線分析の結果判明し、パノフスキーが表するに、 全体の構図はフランチェスコ・アルバーニが描いたというダナエの構図に近い。これが書き直されたのは1642年頃と思われる。描かれているダナエの顔は当初、レンブラントの妻、サスキアをモデルとしていたが、後年になってレンブラントの愛人ヘイヘルとディルクスの顔をモデルとして書き換えられている。苦悶の表情を浮かべるクピド、右の翼は、 ベッドの天外彫刻に溶け込むよう描かれている。ダナ内の頭上には矢筒を背負う金色のクッピドが手を縛られ苦しんだ姿で描かれている。このように拘束され顔を歪めるクッピドの表現は非常に珍しいもので、レンブラントのスケッチ、ワンパク小僧もしくは、油彩がガニュメディスの誘拐で描かれた泣き叫ぶ子供にその源を求める意見やその表現が彫刻的な点から、 ヘンドリック・デ・ケーゼルの彫刻、オラニエの一部にある、泣くクッピドではないかという主張もある。この苦しむクッピドが何のモチーフかという点には、複数の意見があり、パノフスキーは、ダナイの純血を表現すると論じた。アムステルダム大学のエリック・ヤンス・レーテルは、中世絵画の伝統を重視する立場から、状況をモチーフとする手法が反映したものと考え、ダナイが遊兵された状態を示すと、 パノフスキーを批判する主張を行った。背景には、老婆とその左側に、壁のような面があるが、これはレンブラントに教えを受けたヘラルト道が得意とした、背景に視線を呼び寄せる、目の入り口とも言い難いとされており、レンブラントは、ダナエにおいて、純粋に干渉者の視線をダナエに向けさせようとする、意図を持っていたと思われている。この絵には、訪問者であるゼウスを思わせる表現がない。 伝統的なダナエ画では、金の雫や、それを降らせる雲が描かれたが、レンブラントはこれらを排除している。その意図は、絵画の鑑賞者に、ゼウスの役である彼女を訪問する情景を意識させ、それを積極的に受け入れようとするダナエと、対面させようとした点が伺える。背面の壁やベッド下のサンダルは、ダナエの生殖器を暗示し、 彼女の授与しようという意志を表現するという意見もある。ナ内の物語は芸術の主題としてよく用いられ、古くはオビディウスの文学、変身物語や多くの絵が残された。中世までの絵画表現では、図像的であったり、キリスト教の受体告知と結びついたような、強情的表現に止まっていたが、16世紀のヤン、ホッサールトがモニュメンタルな作品を提示し、 コレッジョが豊かな色彩で表現した感能的な作品をカール五世に献上するために描いた。リツヤーノ・ベチェッリオも複数のダナイを描き、彫刻に対する彩色の優位やデッサンの重要性等の論議を起こした。ダナイの左乳房がたわんだ描写も体の柔らかさをリアルに表現する。このような流れの中、レンブラントはさらに現実性を重視したダナイを描いた。 これは、初の油彩ヌード画である1630年のアンドロメダで既でに見られ、流れるような曲線で構成した彫刻的像ではなく、現実の人物のような直線的な体の線を用いた描写である。また、皮膚も油の少ない絵の具で、意図的にザラザラした表面を活かした筆致で描いている。これも、現実の肌が、どのようなものかを意識し、リアルな印象を与えようと意図した。 この荒々しいタッチは、レンブラントの独創ではないが、色彩とともに、彼がリアルで、官能的なヌード画を描くために工夫を重ねた結果で、ある。ビレム・ファン・ハーヒト作、コルネリス・ファンデル・ヘイストの収集室に描かれた、ダナエ・レンブラントは、ヌード画が作者の技術を示す格好のモチーフと考えていた。これは、古くは、 ガイウスプリニウスセクンドゥスの博物誌に描かれたアペレスの古事、神殿に奉納されたニキアスのヌードがビレム・ファン・ハーヒとコルネリス・ファンデル・ヘイストの収集室の正面に据えられた絵に見られるように過去から存在した考え方であるが、レンブラントはこれを受け継ぎつつも、形式あり創価を廃止、優れた絵画は実物を描画するという理念をダナエにて具現化させた。 この絵は破産するまでレンブラントは所有していたが、彼は自らの力量を顧客に示すために、ダナエを見せるために手放さず、自宅に飾っていたのではという説もあり、1656年にまとめられた彼の財産リストには、ダナエが描かれた大きな絵という記述がある。ペリシテ人に目をつぶされるサムソン1635年。レンブラントは、ダナエを過去の 同じモチーフに共通するゼウスをただ使用するのではなく、自らの意志を示す姿で描いた。このような女性に主体性を与えるレンブラントの絵画は、ダナエに限られず、この特徴を、尾崎明弘は、女性の力と名付けている。ダナエの1年前に制作された、ペリシテ人に目をつぶされるサムソンでは、サムソンの髪を切り力を奪った女デリラが切った。 髪とハサミを見せつけるように描かれている。この絵でも彼女は、出来事を能動的に起こす女性として描かれ、女性の力を表現した、レンブラントのダナエと並ぶ創曲とみなされる。ダナエは1985年6月15日に、後に、精神疾患の診断が下される。リトアニア人の青年ブロニュスマイギースから硫酸を浴びせかけられた上に、刃物で2回切りつけられた。 これにより、画面中をほぼすべての顔料が溶け落ち、水滴状になって垂れ下がるという大きな損傷を負ってしまう。中でも大きな損傷を受けたのは、ダナイの顔、髪、右腕、両足だった。動機について男は、自分はダナイに誘われ、そして交わるために行為に及んだと話した。ダナイの股間に突き刺したナイフも、硫酸泥を破壊したことも、 この交わりの代替を目的にしていた。修復作業はその日のうちに開始され、科学者の助言も受けた修復技術者が画肌表面の洗浄に取り掛かった。ダナエを垂直に固定し、水を噴霧して硫酸を洗い流すことによってそれ以上の顔料の剥落を防ごうとしたのである。ダナエの修復は1985年から1997年の長期にわたって行われた。 イ・エヌ・ゲラシモフを、責任者として、エルミタージュ美術館の絵画修復専門家の、A.G. ラフマン、G.A. シュロコフや、科学的方法論者の T.P. や両所なたちが、修復作業に当たったが、完全に修復することは叶なわなかった。本客中は、出展、客中内で提示されている、出展を示している。ありがとうございます。